はい、どうも、たかみんです。今回は受験勉強のゴール地点、そう、大学。その大学偏差値ランキング。日本にある大学の数、知ってますか？ざっくり言うと、まあ、国公立180、私立600、すごい数ありますよね。そのランキングを見ていきましょう。結構みんなが好きな話題ですよね。もちろん1位から760位まで全部見ていかないからね、それやったら最下位の大学の校長から刺されちゃいますからね。まあ有名なところだけに絞っていきます。ただランキングだけ言ってもあまり意味がないので、耳寄りな情報を交えながら進めていきたいと思うので、最後までぜひ見ていってください。でまずランキングに入る前に大前提3つお伝えしておきます。1つ目、大学には行った方が良い。いつの世にもね、行かなくていいとかいう変な人、必ず周りに一人はいるからね、気をつけてください。行った方がいい理由っていうのは、就職活動するときに分かることになるんですが、多くの企業が応募資格を大卒としてるからです。以上って感じですね。もし希望の会社の応募資格が大卒で、自分は高卒だったら、その時点で試合終了ですよね。簡単な話です。選択肢を自分から少なくする生き方はやめときましょう。2つ目、少しでも偏差値の高い大学へ行け。大学名ってブランドなんです。簡単に言うと、どんな服着て外歩くかみたいなもんです。偏差値低い大学行くってのは、要するにダサい格好して外歩くのと同じです。いい悪いの話じゃなくて、結果的にそうなってしまうという話です。単純に恥ずかしいでしょ。適当に決めたら本当にもったいないです。普通の大学で卒業まで5、600万かかるからね。金を無駄にしないこと、しかも4年間という膨大な時間を使いますからね。こんなにお金と時間を使えることって一生に一度しかないんで、マジで注意しましょう。親も大変な思いをして子供を大学に行かせます。そりゃチャンス1回でしょ。文字通りワンチャンってやつですよ。また社会人になってからどうにかしようっていうのは、もうね、できるかできないかって言ったら、まあできるんだけどスーパー大変です。基本無理です。誤解しないでほしいんだけど、超いいところに行けって言ってるわけじゃないんです。偏差値の低い誰でも行けるような大学に、まあ、適当に決めてね、行くのはやめましょうってことね。3つ目、目的意識を持って進学せよ。まあそうしなくてもいいんですけど、めちゃめちゃコスパ悪くなります。だって4年と数百万ですからね。何を身につけたいのか、何ができるようになりたいのか、卒業後どうしたいのかを考えて、一番それが実現できる可能性の高い大学へ行くこと。でも後々変わるかもしれないって、いい質問です。その通り、変わるかもしれません。同時に変わらないかもしれません。仮に変わったとして、何も考えずに進学するのと、計画を立てて進学するのとでは、4年後はっきり言って別人です。計画を立てた人の方が充実した時間を過ごすことができて、まあ、成功する確率は圧倒的に高いです。人間は皆平等で、能力に実はそんなに大きな差がありません。大きく感じているだけです。でも成功する人と失敗する人に分かれるのはなぜか。そうです、考えて生きているかどうか、その違いだけです。故に進路選択の時が来たら、とにかく考える時間を取ること、考える習慣を身につけたら、もう勝ったも同然です。それでは行きましょう。ランキングスタート。平均的能力の人が目指すと、かなり厳しいゾーンです。もちろんできないことはないんだけど、代償として時間が取られます。そう考えると、浪人までしていく価値あるのかなっていう感じです。どうしてもその大学を卒業していないと、慣れない仕事に就くつもりとか、特別な理由がなければ無理して頑張るほどの価値はあるのかな。これからの社会は、学歴よりも実際のところ何ができるのか、すぐに会社に貢献できるのかを重視します。もちろん学歴は見るし、低いところよりは高い方が有利だけど、それはその他に全く差がない場合限定の話だからね。つまり自分より学歴の低いライバルがいて、でもその会社の求めるスキルが自分よりその人の方があれば負けちゃいます。20、30年前までは、学歴が良ければ仕事ができなくても就職後は安定した暮らしができたんだけど、今は大企業に入れたとしても、その後その会社が存続できるかどうかわからないし、会社側も余裕がないから、花より実を取る、つまり学歴よりも実力を評価するようにならざるを得ないっていうのが現実です。学歴の価値はなくならないと思うけど、どんどん減っていくっていう話です。でもさっき言ったように、大学は行った方がいいし、偏差値も高い方がいいです。これは間違いないです。
ただ何を学ぶか、何をするのかをはっきりさせてから行くんです。そうすることで大学のブランドだけで満足しているアホどもには少なくとも余裕で勝てます。ちなみに国立大学って聞くと全部頭いいイメージ持っている人いるんですけど、まあ、実際ねピンキリです。地方国公立なら楽に入れるところもあるから、一人暮らししてもよくて、とにかく国立がいいんだっていう人はね、ぜひ探してみましょう。次、平均的能力の人が努力でいける限界ラインです。まあ偏差値は高いけど学部もいろいろあるからね、ブランドだけ欲しいっていう人は比較的入りやすい学部を探すのもありだけど、まあ、前提として勉強が得意か努力が得意かのいずれかのパターンの人じゃないと厳しいですね。でも高校までと違って大学って学部はたくさんあるから、難しい学部があれば簡単な学部もあるんでね。実は難易度は学部によって結構違ったりします。自分で本当に行くことができないのか決めつけずに調べてみましょう。明治青山立教中央法政の頭に学習院がついたグループで、まあ大抵の人は知っている有名な大学群ってとこですね。この辺は普通に勉強していれば入れるプラスブランド力があるんで、とてもお買い得物件って感じですね。今高1ならぜひこの辺を狙っていってほしいところです。まあ最近は子供の数が減ってるから、どこの大学もなんとかしてね子供を入れたいわけです。だから受験科目が2科目だけで OK の学部とかね、資格検定がそのまま使えたりとか、学部を決めずに得点によって入れる学部が決まる全学部統一入試とか、そもそもテストをしない AO とか、極めつけは一発芸入試とか、けん玉とか金魚すくいとかね、そういうのもあるぐらいです。ブランドイメージや偏差値だけ見て無理だとか思ったら損しちゃうんで、まず先入観を持たずにちゃんと調べてから考えてみましょう。 E グループの底辺です。成城、成蹊、明治学院、獨協、國學院、武蔵。さっき言ったように難易度は学部で決まるし、入試制度、入試科目様々なんで、この辺は楽に入れるところが増えてきますね。なんていうか、勉強できない人とか嫌いな人はもちろん無理なんですけど、普通に過ごしてきた人、学校に通って宿題やってテスト前はそれなりに勉強してきましたみたいなね、そういう人、平均的学力の人は行きたいなら行けるゾーンです。何でも言うように大学は学部によって差が激しいので、気になる大学があれば要チェックです。ザ・平均。日大、東洋大、駒沢大、専修大、まあ、強いて言うなら日大が学部が多いのでやりたいことができる確率が他よりは高いから、まあ、結局多くの私立大学って文系大学なんで、理系の学部が少ないっていうのと学部の数がそんなにないです。詳しくは気になる大学のサイト見てほしいんですけど、そんな中で日大、この後出てくる東海大とか帝京大なんかは医療系ね、医学部をはじめとする医療系の学部も揃ってるんで、働きたい分野が決まってる人には向いてますね。将来何をやりたいかが早い段階で決まってる人って本当有利です。社会人になってから評価されるのって結局どんだけの知識とスキルがあるかなんで、でもそれってどんだけ経験を積んだかなんで、でもそれってどんだけそのことに時間を使ったかなんで、やっぱり先手必勝なんです。早い段階でスタートした人がただただ有利です。底辺の上位、大東文化、東海大、アジア、帝京、国士舘、平均をやや下回ってきますが、割と名前をよく耳にする大学が多いですよね。駅伝とかラグビー、柔道なんかでよく新聞、テレビに出てくるからでしょうね。学部によっては倍率も高くなるんで注意しましょう。さっき言いましたが、帝京とかね、東海大っていうのは医療系の学部のあるいわば総合大学です。東海大はね、20学部ぐらいあるんですけど、すごいですよね。自分の将来やりたいことから探すのもいいんですが、逆に大学の学部の中に自分のやりたいことがないか探してみるっていうのもいいかもしれないですね。取れる資格や履修内容を調べてみて選ぶ。それ結構いいですよね。だって考えてもわからない人とかね、あとそもそも考えない人とか、まあ、そういう人たちはその方法ありかもしれません。響きめちゃかっこいいですよね。関東上流江戸桜、はいはい、みたいなね、すごい響きです。暴れん坊将軍みたいなね、関東学園、大美林、流通経済、江戸川、上部、まあ、群馬県なんですけどね、はい、この辺からは学部によっては偏差値30代だったりもして、まあ、正直底辺感出始めちゃうんですけど、一応不合格者も出てるみたいなんで、まあ、F ランではないってことですね。フリーランク、フリーは自由、誰でも自由に入れちゃうぐらい簡単っていう意味でこのネーミングになってますね。
名前は出さないんですが、まあ、偏差値と受験者数と合格者数見たら分かりますよね。偏差値30代で1000人受験して1000人合格してたらフリーですよね。マジで勉強嫌いだけど、まあ、とにかくどこでもいいから大学行けって言われたとかね、もう何でもいいや的な人が受験することになると思うんだけど、冒頭言ったように極力ここはやめときましょう。4年と数百万使うんでね、人生においてワンチャンです。偏差値低いから安いわけじゃないんですよ。本当もったいないですよね。で、正直下位グループになればなるほどブラック企業就職率も高まっていきます。そりゃそうですよね。高学歴チームからいい企業に内定が決まっていくわけなんで、下位グループほどいい企業に入れる確率は低くなるのはものの道理でしょう。給料安くてこき使われて、それでいて社会の役にも立ってませんみたいな仕事に就く確率めちゃ上がっちゃいます。気をつけましょう。マジでやばいからね。1日20時間労働、休日は月に0回、それでいて給料は安いっていうね、もう漫画家っていうね、もう漫画みたいなブラック企業って本当ありますからね。勉強嫌いな人は別にやんなくてもいいですけど、そういうところで将来働くことになる確率はどんどん高まっているってことは知っておいた方がいいかな。この社会は楽しんだ分どっかで苦労するようになってますから。ブラック企業がどんなもんかね、興味ある方はぜひこちらの動画概要欄に貼っとくんで、見といてください。で、さっきいい会社には高学歴チームから内定が決まっていくって言ったんだけど、まあ、それはなぜか高学歴だから。うん、それもそうなんだけど、実はね、高学歴じゃないとそもそも会社説明会に参加させてもらえないっていう、だからそもそもチャンスがない、いわゆる学歴フィルターというものがあります。企業ごとに偏差値のラインを設定していて、それ未満の大学から来た応募者は書類選考の段階で落とすというね、まあ合理的な仕組みがあるんです。はい、この話はねまた大事なので別の動画、こちら実録学歴フィルターの闇で説明していますので、ぜひご覧ください。行かないよりは行った方がいい、これはもう結論です。目的意識を持たずに行くとコスパが悪い、もちろん行かないよりはマシ。目的意識を持ち、4年をどう過ごすかによってその後が大きく変わる。いかに優位性を持つか、いかに自分の適性に気づけるかがポイント。そうじゃないと人に使われる人生、人の都合で動かされる人生、人の顔色を見て生きていく人生になっちゃいます。嫌でしょ。はい、人の顔色を見て生きていく人生がいいですっていう人いないじゃないですか。あと、くれぐれも上位の大学に行ったとしても受験勉強が得意なだけのバカにならないように注意が必要です。勉強が得意で偏差値が高いことを自分の能力が高いこととイコールだと思わないように注意することが必要です。人にはそれぞれ得意なことがあり、その中の一つとして受験勉強が得意だったというだけです。日本は学歴、偏差値評価に重点を置いているからといっても、それは受験や就職活動の時だけ一時的にしか効果を発揮しません。あとはせいぜい学歴以外で競えるものがない人同士の争いになった時だけしか意味を持ちません。あとまあ自己満足とかね、その真相真実に気がつけないのは自分が損をすることになるので気をつけましょう。まずは考える時間をとって進路について決めていきましょう。それでは次の動画で会いましょう。 See you。 チャンネル登録よろしくね。